どうも、バキバキバッキーこと、ウォズミツバキです。はい、今回はですね、最近だいぶ暖かくなってきて、虫とかカエルとかがぴょんぴょんガサガサして、トップのいいシーズンになってきました。そしてトップといえばね、ダッチとかタンケットといったね、アネモノルアーが私は好きなんですけれども、結構プレッシャーの高い湖とかで投げるとなった時に、もうちょっと小さくてシルエット的にプレッシャーのかからないようなアネモノルアーないかなーと思って、小さいアネモノをパトパトしてるのめっちゃ可愛いだろうなーなんて思いまして、中古のルアーをカスタムして羽物ルアーを作っちゃおうってなりました。ということで作っていきたいと思います。用意するものはこの6つです。主役はこのコンバットクランクの120です。私が愛用していた中古のクランクです。そしてダイソーで買った丸切り、これまたダイソーのグルーガン、グルーガンの中身のグルースティック、ルーター、日本の部品屋のコンプリートウィング、精密ドライバーです。ルーターを起動します。歯医者さんになった気分ですね。これでルアーのリップ部分を全部削り落とします。取れた、やっと取れた。残りもちゃんとルアーに沿って全部削り落とします。よし、こんなもんかな。いい感じにリップがなくなりました。次に本体の中に入っている重心移動のための重りを取り出すためにお尻の方に穴を開けます。よし、なんだ、あ、取れた、取れた、取れました。そして羽のネジを留める部分にマジックで印をつけて、キリで少しだけ穴を開けます。そして羽の爪をねじ込む部分にも印をつけます。そして今度はキリで大きな穴を開けます。できた。そして爪を中に入れて羽を取り付けて付属のネジをねじ込みます。綺麗につきました。いい感じにパタパタしてる。反対側も同様にやっていきます。よし、できた。パタパタ度合いもいい感じ。次はこの納豆の蓋の発泡スチロールをこの穴に詰めていきたいと思います。羽の分めっちゃ重さが加わっているから浮いてほしいですからね。ハサミで細かく切ってできる限りいっぱい詰め込みます。まだいけるかな。詰め込み終わったら上からグルーガンで接着します。グルーはちょっと重いので中に入っちゃわないように気をつけつつ表面に塗ります。ちょっと心配なので接着剤も上から塗ります。この羽のところの穴も埋めるように塗ります。完成いたしました。
ソルト用の強い針をつけて完璧です。さてさて、水槽に浮かしてみましょう。マジか。ちょっとソルト用の針で重すぎたのかもしれないので、バス用の針の流儀さんのピアストレブルダガー8番をつけてみました。これでいけるといいけどな。お、浮いた、よかった。ではでは、ちょっとお風呂の方で泳がせてみたいと思います。うん、ちゃんとクロールしてますね。かわいいな。なんか名前つけよっかな。なんかちょっと色と可愛らしさがナナチョモに似てるから、ナナチョモのチョモを取ってチョモパキちゃんにしよっかな。もう一個同じルアーがあったので、チョモパキちゃんの弟も作っちゃいました。かわいすぎる。はい、ということでいかがでしたでしょうか。完成したチョモパキちゃんを持って次の乗船に行きたいと思います。皆様もぜひぜひ中古ルアーをカスタムして自分流羽物ルアーを作ってみてはいかがでしょうか。ということで、この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。